京都芸術大学には様々な部活動があります。京都ならではの部活動や運動まであるんです。カフェの掲示板にはこのように運動部やサークルの案内がたくさん貼られているんですね。その中で芸術大学ならではの部活動があるんです。それはじゃじゃーん、人体デッサン部です。一体どういう部活動かと申しますと、週に1回女性男性モデルさんをデッサンするのですが、そのデッサンの中にはなんとモデルが裸なのです。そう、ヌードドキドキで、このヌードモデルがいるという人体デッサン部、実はやっぱり秘密の匂いがするということで、そのデッサンしている場所も分かりづらいんですね。なんか秘密があるのかな。まずは蔵王階段を登って、では謙信さんがいるから、ちょっと金ピカのどうしようかな。登ってもいいのですが、こっそりと右側にすり抜けます。ズンズンと進みます。クイッと曲がって、その奥にエレベーター、エレベーターに乗ります。屋上に着きました。ここで降ります。すごいですね、まだまだ着かない。階段を降りるわけないですよね、登ってきたものから。やっぱり上に登ります。ヌードデッサンの椅子よりは遠いんですね。ここ上に登ると思ったら、吉田松陰さんが見張ってますね。すり抜けます。階段を登って降りて、もうすぐで着きます。ようやく着いた。更新階4階レオ2デサンス、はあ、この中でデサンやってるんでしょうか。覗いてみましょう。ん？あれ？おっと、開かない。撮影禁止です。そう、ヌードのモデルがいるということで、もちろん中は撮影禁止なのです。ということで、ここからはイラスト込みでお送りします。まず参加者の持ち物はスケッチブックと鉛筆です。芸大生の必需品ですね。そしてイーゼルにカルトを置いて、その上にスケッチブックを置きます。スタンバイ OK、 書く準備ができました。モデルさん登場。ワンピースを着ています。そしてさっと脱ぎました。潔く裸になりました。モデルさんがいるのは最短で5分、長くて20分、そのわずかな間にデッサンをしなくてはいけません。ところで、なぜ人の体を描いたらデッサン力が上がるのでしょうか。実は人体は誰もが見られているものなので、頭が少し小さかったり大きかったりするとすぐに分かってしまうんです。さらに短い時間の制約の中で描くことによって、瞬時に全体を捉える力が上がり、デッサン力向上につながるんですね。デッサンをした作品は月に1回先生から指導してもらえます。実際のモデルさんをデッサンできて、先生からも指導してもらえる人体デッサン部、すでに十分メリットがある素晴らしい部活動なのですが、なんとさらにメリットが、それは安いということ。体験で500円、
半期入部で3500円、この費用だけで前期12回、後期12回、合計24回というこれだけのデッサン体験ができるのです。うん、お得。モデルさんにポーズしてもらうのにどのぐらいかかるかご存知ですか？1回1万3000円もするんです。そう考えると安いですよね。そんな人体デッサン部は毎週水曜日17時から懇親会4回共通デッサン室にて、毎週火曜日にはデッサンカフェもやっています。